どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは、ナッツです。本日は、ワールドウォーズ Z の動画になるんですけども、今日話しさせていただきます内容なんですが、先日行われましたアップデートバージョン1.11の内容を簡単にご紹介させていただこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。ちなみに、ホードモードに関しましては、来月の12月に実装予定みたいです。そして、そのホードモードなどに備えてのアップデートという意味でもあったみたいです。 そして今回行われましたアップデートバージョン1.11の一番の注目ポイントなんですけどもなんとゴールデン武器だったり特殊武器の一部に調整が入っておりますゴールド武器に関しましてはアサルトライフルピストルアドバンスド SMG に調整が入っているんですけども細かい調整内容は記されていないんですがおそらくなんですがちょっと自分の記憶違いだったら申し訳ないんですけども 全体的に少しゴールド武器は性能が上がっているかなと思っております。まあただサプレッサーがついたわけではありませんので、なかなか普段使いというのは難しいのかなとは思うんですが、それでも一応ゴールド武器は全体的に情報修正というような形だと思います。続きまして特殊武器の調整内容になります。 えおそらく特殊武器に関しましては全てに調整が入ったわけではなくえ6種類の特殊武器の中で4種類の武器に調整が入ったと思われますまず1つ目なんですが特殊武器のスカウトライフルのえダメージと精度が向上しておりますこの強化はかなりでかいかもしれないですねこの武器に関しましてはこの武器のスキルとの関係で調整前と比べると相当火力差が出てくるかなと思います 続きまして、特殊武器クラシックバトルライフルの精度が向上しております。これも地味にありがたいですよね。クラシックバトルライフルはもともと結構高性能で、スキルも非常に使い勝手が良く優秀なものになりますので、スカウトライフルほどの強化とは言えないんですが、クラシックバトルライフルに関しましてはもともとの性能が非常に高めかなと思いますので、精度が向上というだけでも結構大きな違いが出てくるかなと思っております。 続きまして特殊武器のクロスボウになるんですけども最大弾薬数とダメージ精度ともに向上しておりますこのクロスボウに関しましては一番大きな調整強化が入ったかなと思いますもちろん結構大きな調整が入っておりますので明らかに強化はされているかなとは思うんですがやはりクロスボウというのは使用する場面が結構限られてきてしまうかなと思いますので立ち位置としてはあまり変わらないかなと思います 続きまして特殊武器コンバットショットガンの最大弾薬数が増加しております。この強化も結構大きいかなと思うんですが、それでもあくまで個人的にではあるんですが、通常の最大強化のコンバットショットガンの方が使い勝手が若干いいのかなと個人的には思っております。まあとはいっても特殊武器のコンバットショットガンもものすごい優秀なんですけどね、そこは結構好みで分かれてくるのかなと思っております。 そして、あとは細かい修正が中心となっております。いくつかのゲームプレイクラッシュの修正だったり、切断を引き起こすいくつかのサーバークラッシュの修正だったり、レベルを上げることができなかったゲームプレイのバグを修正したそうです。特に、ニューヨークの4とモスクワの4、新マップですね。こちらも修正されているそうです。そして、エピソード画面で見れる難易度の部分にもバグがあったみたいなんですけども、 例えばエクストリームをクリアしているのにクリアしてないような表示になっていたりとかえ、おそらくそういったようなバグがあったようなんですが、そちらも修正されたそうです。そして修正系で一番これが大きいかなと思うんですが、プライベートロビーのミューテーターでミッションをクリアしても、ユニーク武器のアンロックはできなくなったそうです。このユニーク武器というのが、 エクストリーム全制覇で獲得することができるスナイパーライフルになりますちなみにミューテーターというのがプライベートロビー限定で特殊な条件を自分で設定することができる機能になりますということでミューテーターを使用してエクストリームをクリアしてもスナイパーライフルの獲得はできないみたいですのでご注意ください今回のアップデートの中心はやはり武器の調整にあるかなと思うんですが 基本的には情報修正みたいなのでとても嬉しいですね。はい、ということでアップデートバージョン1.11の内容を簡単にご紹介させていただいたんですがいかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。バイバーイ。